グリーゼ581ビットは地球から見て天秤座の方向に約20光年離れた位置にある赤色愛星、グリーゼ581の周りを公転するホットネプチューン型の太陽系外惑星である。この惑星はミシェル・マイオールラ・フランスとスイスの天文学者のチームによって発見され、当時見つかっていたうちで最も小さい。 太陽系外惑星として2005年11月30日に公表された。赤色外星の周囲を公転している太陽系外惑星としてはグリーゼ876とグリーゼ436以来5つ目であった。この惑星はハープスの装置を使って恒星が揺れている様子が観測されたことから発見された。発見を報告する論文は アストロノミーアストロフィジックス誌のレター論文として発表された。グリーゼ581ビットは最低でも地球質量の16倍、海洋性と同程度の質量を持つ。構成面をトランジットしないため、地球から見た軌道面の軌道傾斜角は88.1度以下と考えられている。グリーゼ581構成系の動力学シミュレーションによると、 4つの惑星の軌道は強平面で質量が下限の1.6倍から2倍を超えると不安定になると見積もられている。これは主に惑星 B と惑星 E の位置が近いためである。このことより、クリーゼ581ビットの質量の上限は地球の30.4倍、海洋星の1.77倍と推定される。 構星グリーゼ581から約600万 km という近い軌道を降転し、軌道周期はわずか5.4日である。ちなみに、太陽系で最も内側をめぐる彗星は、太陽から5800万 km の軌道を88日間かけて降転している。グリーゼ581ビットは、グリーゼ436ビットと、質量、温度等の面で似ている。また、 共にコロナ質量放出の影響を受けている可能性がある。グリーゼ581ビットが構成表面を通過しないため、これ以上のことは今のところわかっていない。ありがとうございます。